私はもっと身近に仕えてくれた者たちの心すら見通せなかったというのに、これは全て人の気持ちがわからないように課せられた罰だったのかもしれない。おかえりなさい、キリツグ。やっと帰ってきてくれたのね。キリツグ、あなたこそあれのあり方を定義するにふさわしい人間よ。万能の願望器などではない。あれは自らの命を、誕生を望んでいる。殺すな。愚かすぎて理解できないよ。夢より覚めたか、征服を。この胸の高鳴りこそがオケアノスの使用剤だった。